今日はばあばと二人で、ある目的で江ノ島までドライブいたしました。途中少し渋滞にはまりましたが、おかげで横を走っている江ノ電を移すことができました。そうこうしているうちに江ノ島に到着。なぜ江ノ島に来たかというと、ばあばが生しらすが食べたいということで、お店は混んでおりましたが、ここに決めました。なぜかばあばは嬉しそう。注文はもう決まっているので、じいじが釜揚げしらす、ばあばが生しらすの定食、そして大きな生牡蠣を食べました。そうこうしているうちに時間となったので、江ノ島を後に次の目的に向かいました。